はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回はね、はい、目の前にあります段ボール、はい、こちらが何かっていうとね、はい、じゃじゃんとね、はい、中古福袋ドラゴンボール雑貨100個セット7000円。こちらをね、私駿河屋で購入しました。はい、あのね、やっぱりね、こう動画をね配信する側としてはね、やっぱ福袋ってやっぱね取っておかないとなっていう、なんか義務感みたいなのがあるんですよね。いやね、それまではねもう全然福袋とか興味なかったんですけれどもね、はい、まあでもね、こういうのも楽しいよね。何が入ってるかっていうの、はい、それをねやっぱね、この視聴者の方とね、ドキドキしながら、やっていけたらなと思ってます。はい、なので今回はこの福袋をね開けて何が入ってるか見ていきたいと思います。まあ、100個なんでね、まあ相当な量なんですが、これなんとね、箱がね、これ見てください、ちっちゃ、100個入ってるのにこのサイズ、びっくり。80サイズぐらいですよね。てっきり160サイズぐらいで来るのかなと思ったんですけど、さすがにそれはないか。いやでも雑貨って言ってるんでね、雑貨100個、雑貨って言ってもあの一括りにしてるけど、こう大まかにしたらフィギュアも雑貨じゃないですか。だからあの一番くじのね上位賞とか入ってるかなと思って期待して買ったんですけど、このサイズ絶対入ってないよね。いやこれは期待できない。しかもねこれね、箱開けてこの納品書を取るときにもうすでにちらっと見えたんですが、まず一番上、一番くじの会賞のタオルです。いや参ったね、もうねすでに嫌な予感しかしない。いやまあとりあえずじゃんじゃんとね、開封していきたいと思います。はい、一応ね皆さんと同じように、見えない状態から撮っていきたいと思います。まあ、とりあえずね一番上はタオルっていうのは分かってるんで、しかもタオルが1枚じゃないんだよな。とりあえず、はい、こちらバン、ほらね、一番くじの解消です。しかもこれかなり袋がへたってるな。どんだけ売れ残ってたんだよ。しかもこれいつの時のくじだこれ、はい、しかもここにね税込み110円で、ご丁寧に値札貼ってます。100円が100個で1万円だから、まあ、福袋は絶対ね購入金額より上に行かないとおかしいんですけれども、そうか、100円が100個か、もしかして。いや参ったな。いや嫌な予感しかしない。でこれこれもドラゴンボール EX 雲の上の神殿編ですね、一番くじ。あ、これはいいですね、ピッコロ、生まれたばかりの時のピッコロがあしらわれている、ジャガードタオルか。あ、ジャガードタオルは初めてだな。まあなんか使えそうかこれは。はい、でもう一つ、はい、ドラゴンボールヒストリー1位賞タオル、それのマフーバ返しですね。はい、シンがマフーバ放って、マジュニアがマフーバ返ししているところ。なるほどね。はい、続いて、あでもこれもタオルかな。はい、あちょっと大きめのタオル。アートタオル、亀仙流の猛者たちのピラフ。次もタオルだなこれ。はい、あはい、一番くじヒストリーオブザフィルム、
劇場版ってことだね。ジェイショ、はい、タオル、ビルス様、これもまだタオルちょっと待ってくれ、タオル式入ってねえんじゃねえか。はい、ドラゴンボール VS オムニバスウルトラ、はい、継承、いや参ったね、はい、一応セルですね、はい、あまだタオルある、はい、同じやつですね、同じやつの、これは、はい、ご飯ですね、はい、あまだタオル、はい、VS オムニバスグレイト、グレイト、うん、ジェイショータオル、はい、セル、はい、あしかも2つ取れたわ、はい、ああもう紹介するのめんどくさいなこれな、はい、ちょっとタオルどんだけ入れてんねん、あっやってくれたぜ、ハンターハンターだよドラゴンボール福袋なのにハンターハンターを入れるっていうね、荒技ですよこれしかもこれめっちゃちょっといいね、ファンには申し訳ないけど人気ないレオリオじゃないかこれはいやーせめて雲のマークとかだったらいいけどさ、一番いらないレオリオだ、いやちょっと待って、タオルがもうめっちゃあれ待って、これタオルしかなくね、本当に。ちょっといっぺんにいいっすか、これ。全部タオル。いや、嘘やろ。ちょっと待ってくれ。まあ一応ね、ハンターハンターがあったんで、ちょっと一個ずつ、ドラゴンボールかどうか確認しよう。はい。まあドラゴンボールだね。ドラゴンボール、あこれはこの柄はいいね、うん、この柄のタオルはこれはちょっと有効活用したい、はいタオル、はいはい、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 あやっとタオル地獄から抜け出たわ、これ次違うな、あちょっと待って、ちょっと待って、うん、一色たになってんな、なんだこれは、なんか袋にねめっちゃいっぱい詰めた感じのやつの塊がある、あのね、もともとねこの段ボール自体は重かったんですよ、うん、だからタオルだけなわけはないと思ってはいたんですが、なるほどこういう形で入ってるのか、じゃあまず一塊、よいしょ、はい、わめっちゃめっちゃ解消解消詰め込みました的な、あ中には330円もある、あしかも一応フィギュア入ってましたね、 HG ですかね、まあ、あとあれですね、うん、ディフォルメのやつ、あじゃあちょっと開けてみますか、はいじゃあまずはね、まあ、一応一つずつ見ていきますか、はい、これはアクリルですね、うん、お嫁ってなんだ、220円、でこれが、あこういうラバーがあるんだね、こんな大きめのやつがあるんだ、330円、はい続いてこれも全部解消ですね、はい、まあでも330円とか、うん、ありますね、これなんじゃ、
220円。何ですかこれは。はい、こんなんですね。これ何ですか。なんかパカって開くんだけど、あれかな、キーホルダー型のこうキー鍵とか入れて出すやつ、なんだろうこれ。よくわからない、用途がわからないな。はい、続いて先ほどのね、はい、デュフォルメのご飯330円。しかもこれあれ、ちょっと待って、俺台座がねえじゃん。台座がないね、ジャンクじゃん。はい、でこれがあれですね、HG か、 HG の身勝手の極液差しの極、これ持ってんだよな。うん、1回500円のやつだよね。まあ330円ですけれども、はい、持ってるな。はい、続いてこちら、スタンドコレクション、うん、まあジュニアの時だね。はいはい、こっからプレート、メタルプレート、うん、ピッコロ、まずこの辺全部110円か。でポーチ、ポーチ、フリーザ第三形態、でこれがマスクケース、マスクケースか、コロナ禍のやつとかこれは。はい、あとね、なぜかこれだけ裸ですね。ちょっと待って、裸、あ、しかも1枚じゃねえ、2枚、裸のプレートですね。せめてこう言って袋に入れてくれよ。裸、はい、続いて、これは何だろう、フィルム風ですね、フィルム風のアクリルキーチェーンか、 GT ですね、うん、でこれが、うん、元気玉だね、元気玉の、地球中の元気が集まった、うん、うん、何のあれかよくわからないな。はい、で、フェスティバルバック、スーパーヒーローの一番くじですね、 H 賞、うん、なるほど、はい、といった感じで、まとまった1個目はそんな感じですね。でもう1個あるんですよね、まとまったやつが。はい、いきます、じゃん、いやいや、まあ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 、同じような感じですね、これね。開けてみるか。はい。で、アクリル系ですね。あ、こんなんいたな。はい。はい、はい、でこれはシンロンのアクリルキーホルダーかな。はい、なんかダブリもあるね。全部アクリル系が多いね。うん、ダブリも多いな。これはなんかくら寿司って書いてあるしね。はいはい、でここに来て UDM のやつも入ってますね。で、また HG ですかね、トランクス。
似てないな、出来悪いなというのが、2つ目のまとまった袋。あ、ラストの袋はね、もうお察しのね、まだあれが出てないじゃんっていうね、解消がありますね。はい、多分それです。はい、じゃんとね、これはなんかめちゃくちゃいっぱい、なんか統一感がないけど、クリアファイル系が確実に後ろにあるんですけれども、はい、なんかいろいろシールもあるな。めちゃくちゃ詰め込んだって感じ。とりあえずクリアファイル系いきますか。もうね、めっちゃあるんですよ、クリアファイル。これなんてリポビタンデーのあれですね、特典のやつ。でもクリアファイルね、はい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 。あ、でここでステッカー、ダイカットステッカー、クリアファイル、ダイカットステッカーがまとまってるな、これ。まあ同じ解消のダイカットステッカーがまとめて何枚か入っているって感じですね。それで330、安っ。はい、で、レイヤースタンド、うまいよ、紙製ですね、紙製の、うん、スタンド。はい、で、GT です、 GT。 まあいろいろあるけど、ダイカットステッカーまだあるんかい。はい、で、色紙ですね、はい、ブロリーと航空、皆さん来ました。はい、ドラゴンボール街頂上え、なんでかな、なん、え、どういう感じでドラゴンボールと認識したんでしょうか頂上ですね。ホールホースとオインゴボインゴのあれかな、うん、なるほど、ノートコレクション。はい、でこれが色紙アートですね、色紙アートはねコンプリートしてんですよね、私全部、うん。まあ箱押しが1枚入ってますね、あ、2枚、うん、はい、こんな感じで。まあでも1枚330円か、ここにあるだけってこう分からねえな、もう1500円ぐらいあんのかねはい、で、小物、これは何でしょうか、うん、カード、箱押し入っているカード、何のカードかわからん。で、まあウエハースですよね、ウエハース系、うん、これもよくわからん。はい、ウエハース系、これは、うん、まあ大体ウエハース系だな、もうな。でシールが挟まってまして、またカード、といった以上のゴミ、あ、ゴミじゃない、といった以上の内容ですね。いや、これはひどいな。いや、雑貨って言っても、なんかしら、ね、プライズでもいいから、箱物のフィギュア入っててもよかったんじゃないかなと思うんですけれども、本当に見事にね、雑貨ぶち込んできやがったな。これ7000円きついって。ほんときついって、これ。いや、これもう二度と買わへんわ。最悪だな。もういらんものを詰め込んだだけですね。しかもね、中にはね、ドラゴンボールかと関係ないものがね、二つ入ってましたけれども。い
いや、それもカウントされてるのかな、ちょっと数えるのめんどくさくて数えてないんですけれども、もうね、体力も限界なのでね、精神的かな、うん、なのでね、今回はこれにて終わりたいと思います。まあね、チャンネル登録お願いします。